日産 HR エンジンは日産自動車及びルノーグループのガソリンエンジンの系列である。q g エンジンの後継として2004年9月に登場したティーダを皮切りに小型乗用車、商用車に搭載されている。基本的に日本国内で販売している車種には h r 1 5でが搭載され、HR16 では 日本国外で販売している車種に搭載されるが、日本で販売される、計十二型日産、マイクラ C シート、日産、テ T ダラティオの教習車、モデル、日産、ノートのマニュアルトランスミッション車に、HR16 でが搭載されている。2006年12月、改良。カムシャフトの表面加工仕上げや、CVTG の作動角の拡大、オルタネーターへの改正機能の負荷などによって、 従来型よ、2009年4月、改良。エンジン本体及び組み合わされる、エクストロニック CVT の制御の見直しによって、さらに燃費を向上させ、従来型を搭載する一部の車種に採用される。2010年3月に、タイで先行発売された計1 3型マーチに、直列3気筒エンジンの HR12 でが、搭載された。また、2011年には、 アイドリングストップ機構とスーパーチャージャーを追加した直噴ガソリンエンジン HR12DDR が追加されることがアナウンスされ欧州向けマーチに搭載された。国内市場では2012年発売の2代目ノートに搭載された。2010年6月には量産車としては世界初のデュアルインジェクターを採用した HR15D を19に搭載した。 デュアルインジェクターは燃料噴射を1シリンダーあたり2本のインジェクターで行い燃焼効率を安定させるものである。2012年この HR エンジンをベースにルノーが開発した HA エンジンがメガアヌ3に搭載され以降同社の小型車を中心に搭載されている。LPG 仕様は最大トルク 160NM 搭載車種、編集搭載車種、編集搭載車種、 編集圧縮比は国内と欧州で異なる。下級機付けとしては高い数値だがミラーサイクルエンジンであるため有効圧縮比はこれより低い。搭載車種編集 HR15 で 80kW6000rpm148nm4400rpm デュアルインジェクター付き 184kW 6000rpm 150nm 4000rpm 2 82kW 5600rpm 139nm 4200rpm 3 75kW 6000rpm 136nm 4000rpm 4, 4 73kW 6000rpm 134nm 4000rpm 5 85kW 6000rpm 156nm 3600rpm 搭載車種、編集ルノーグループでは H4M と称する。また三菱や松田では日産同様の HR16 でと称する。HR16 で 81kW 6000rpm 153nm 4400rpm 80kW 6000rpm 152nm 4400rpm 86kW 6000rpm 153nm 4400rpm 103kW 6400rpm 163nm 4800rpm 搭載車種編集日産自動車ニュースプレスリリース日産自動車ニュースプレスリリースハットザ ローンチオブオールニューニッサンマーチニッサン自動車欧州で新型グローバルコンパクトカーマイクラを初披露。ありがとうございます。